今日はね、ちょっとバカゲやってみっかなと思ってね。田中にタイキックだって面白いのかな。どうやって遊ぶんだろう。やってみよう。田中にタイキックをやるなら OK。 で、田中ってどれやね。田中だけを蹴るのね。田中どれやねんて。どれが田中なんだろうな。田中ってこれか。やっちまった。なんでやねん。やっちまったでや。なんでやねんって、なんかそういうことか。なるほど。ちょっとだけ遊ぶに面白いかもしれないぞ。やっちまった。これ面白いかもしれない。ちょっと遊ぶ分には。中学生のタイキック？あ、本当。ちょっと面白いかもしれないぞ。そうするよ。なんだこれ。なんでやねん。なんでやねん。ああ、間違った。なんでやねん。なんかあの黄金のパンツがよく分かんなかった。あれも蹴っていいのか。間違えたの。黄金のパンツに見とれてたよ。つい紛らわされた。あれも蹴っていいんだろうな、多分な。顔で判断するんだな。大人のタイキック。疲れてきた。指が疲れてきた。危ない。ミスとかだった。
ミスってねえぞ、誰も。一回もミスってねえぞ。だって1位って何の1位なんだ、よくわかんねえな。1位って何の1位、ストレス解消ってやってもいいか。モードセレクトもできる。あ、これは便利だ。あ、これ面白い。立てなくていいんだ、とにかく連打だ。連打か、これ面白いな。こういうモードがあるのか、気づいたぞ。とにかく連打か、面白いかもしれない。面白いことだった。